シュンがジェミニのセイントを倒したことによりアナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に？あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力をもってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ファイト。オーロラエクスキューション。オーロラさんだ。奪う権利はない。やっと決心がついたか、ヒョウ。ダイヤモンドダスト、フリージングコブ。フリージングコブ。オーロラさんだ。アタック。カミュ。マーマを失ったヒョウガの怒りを受けよ。オーロラさんだ。ならぬ感情など捨ててしまえ。この俺にこれだ。マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。リージングコブ。オーロラさんだ。マーマのことを忘れるな。お前の心の中、母への思い、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の天下に持つべき究極のコスモ。これだけ遠くかけ離れたものだ。ダイヤモンドダスト。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分からぬか。この神へに闘気を届かせることなど不可能。これは行かなければならないのです。アテナのために出られるか。トモミラスの闘気。オーロラサンダーアタック。アーク取り付け。フィナー。まあまあ、増票がいくら集まってもセイントには無力。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。うわ、今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇っても
この無人の天秤球で永遠にさらばだ氷河よ。